メイトは GNOME2 のコードからフォークされたデスクトップ環境である。メイトという名称はマテチャとその原料となることで知られる南米のアネッタイ地域原産の植物ギエルバマテに由来する。リネームは GNOME3 のコンポーネントとの競合を防ぐために行われた。従来のデスクトップメタファーを GNOME シェルによる新しいインターフェースで 置き換えた GNOME さんは Linux コミュニティの一部から批判を受けた。一部のユーザーは新しい GNOME を受け入れることを拒否し GNOME2 の開発を継続するものを求めた。メイトプロジェクトは ArchLinux ユーザーである p ワー e r v e r s e によってこのタスクを行うために立ち上げられた。いくつかの GNOME アプリケーションはフォークされリネームされた。 プロジェクト例イキの名とは GNOME2.32 関連パッケージのソースコードをスクリプトによって機械的にリネームし、それによって生じる動作の不具合を手作業で修正するという単純で強引なものだった。この手法はとにかく動作する GNOME2X のフォークを提供するという点ではある意味現実的ではあったが、 GNOME ファウンデーションが廃止を宣言したリブノム、リブグノミュ n 等の旧式ライブラリーに事実上依存するという問題もはらんでいた。現在のリードデベロッパーであるステファノ・キャロッポチェスはこれらのライブラリー類をメンテナンスする気がないどころか無駄なフォークとまで言い切っており、バージョンが進むごとに順次廃止し GNOME3X が利用するのと同等の最新ライブラリーに移行。 もしくは単純に廃止している。バージョン1.8完成段階で残るライブラリーは、リブマテクブド、リブメイトウェザー、メイトダイアログ程度となっており、UX の見た目はともかく、コードベースの観点からは、メイトはすでに GNOME2X より、むしろ GNOME3X に近いとすら言えるようになっている。GTK3 への移行については、から、 グーシャーマップへの移行によって、すでに完了している。将来的に予定される、ゼナティへの移行、リブニク依存の排除、リブグウェザーへの移行なども GTK3 依存が必須であり、特に、リブニク依存の排除、リブグウェザーへの移行については、それぞれ主要コンポーネントであるカハと、メイトパネルの GTK3 への移行が必要となる。保守的な UX とリソース消費の少なさについては、 将来的にも維持するとしている。リナックスミントプロジェクトリーダーのクレメントル・フェイブルがメイトプロジェクト創設者4人のうちの1人であるため、リナックスミントとメイトの関係は極めて密接である。クレメントル・フェイブル自身がプロジェクトマネージャー研修を開発者として参加するほか、ミントコミュニティにも協力を呼びかけており、バグフィックスの上流への還元などが積極的に行われている。ただし、 両者はあくまでも個々に独立したプロジェクトである。メイト V1.2 は2012年4月16日にリリースされた。リナックスミントのバージョン12、ィザに搭載されている標準のデスクトップ環境の一つとなっている。また、ウブンツでも2015年4月23日に公開された15.04世代よりメイトを採用したウブンツメイトが公式なフレーバーとなった。 メイトのパッケージは、アーチリナックス、デビアン、フェドラやサバ4リナックスでも入手可能である。メイトは、リナックスミントデビアンエディションにおいても第一のデスクトップ環境として採用されており、シナモンが代替のデスクトップとして使用可能である。ありがとうございます。